長山も一度負けてるんでしたっけ、抑え込まれて選抜体重別で負けてるんですよ、ね、そうですよね。中村選手が完璧に抑えた試合がありました。主導権握っていくのは長山選手かなと思うんですけど、はい、その崩れ際ですよね、うん、そこを中村選手仕留めに行くみたいな。右足、中村選手早い、得意の小内刈りからもう背に回っている、早い早いですね。結構早め早めに勝負仕掛けてますね、はい、刻んできてますね。組んだら長山ちゃんと効かなきゃですね、はい、小内刈りで あのような感じで相手が飛んでいくことはなかなかないので、はい、はい、これ大技かけた時にもっとありえない蹴り方するんじゃないかな。なるほど、はい、期待させているような、はい、中村選手は横変形から外刈りを当てながら組み手を直そうとしましたが、引き手しっかり持ってるのは長山選手、その端切れないですね。ここですよね、この寝技を、はい、明らかに寝技のエントリーを狙った、片襟、はいね、はい、を持っての支えつるという感じ。長山さん素早く逃れています、力の喧嘩に。再び相四つ横変形から背負い投げ、はい、お互いに背負い投げを打ち合います。そうですね、うまい入りですね。組手の動きがいいですね。小内刈り、今度は崩れない中村そうですね、はい、ねじ切ろうとして内側に入れたんですけど、その体の傾きを利用したで先読みしたような出足払いでしたね、はい、出足払いの切れ方じゃなかったですというと左腰、すごい、ここで逆技やってきました、ね、はい、場内どよめです。今度片襟の小外刈りから小内刈り、予想してたと思うんですけど、長谷選手背中食いついたところ、いや最軽量そういうんじゃないでしょうかどうすればいいですかね何も言わないのが正解です。横変形から右足を振って小外刈りか小内刈りかわからないというような位置から足を振ってきます中村、うん、これで背負い投げ、勝負技だ。飛ばない、飛ばないか、すごいどこで耐えてるんですかね、うん、同じ動きから来るんですね。今度は横巴、そう、最後まで行きました。まあただわかんないですよ、わからないですね。どっちも強いですね。引き手襟にから入りました中村、振ります、肘を振ります、うん、わ、長山の引き手が手につかない。あ、ここ長山、はい、そうですね、アクセスしたということですね、はいはい、おそらく時計を長山選手は、はい、やっぱり中村としてもその長山の密着戦は警戒しているので、はい、あんまり上半身こう脇開けないように意識してますね、はい、引き手から、なるほど、狭くしてます。背負い投げ、抱き別れを狙う、もう1回、3回目は小内刈り、いやー、厄介、素晴らしい、今度は左の小内刈り、よく攻めますね、すごいですね、場内拍手が沸き起こっています。いいですね、未上図が揃ってるという感じです。いい攻めに拍手、ここはちょっと、はい、選択コツですね、背筋に鉄骨入ってるみたいだけど、外足藤の背負い投げ、内股、ここで返すか、片袖内股、小内刈り、早い、再び横変形、焦らずに抱き分かれ狙う長山、もう一回きます、ね、かけた後の、はい、その長山のすり返し対策もすごいですね、はい、うんうんうん、深追いしないっていう、なるほど、す、はい、り手がやっぱ丸まった状態だと多分すり返しやられてしまうところをしっかりそこで脇を開けて釣り手立て、なるほど、はい、小内刈り、谷落とし、これはですね、はい、もう3つ目入れよう、いやー、03、中村大輝強い、強かったですね、指導3つが重なりまして永山竜二選手の、反則負けという用語になります。いや強かった、寝技かと思ったんですけど立ち技がまず強かった。そうですね、シンプルなんですけれども組み立て強い組み立てですね。横変形から小外刈り、小内刈り、背負い投げ、